こんにちは、あなたのマイ TV 錬金 TV のボスケです。なんだなんだこの痛い人はってね思った人いると思います。そのね感覚はねきっとね正しいですね。私もねちょっとねやっててねこっぱずかしいものがありますが、今回も一つね双眼鏡を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今回もねビッグセン商品なんです。ちょっとねこれを開けていきたいと思います。はい、ミュージックスタート。ということでこれはねビクセンのコールマン 8x32mm という双眼鏡です。ちょっとね今回ねこの双眼鏡をね購入したのにはいろいろね事情があります。実はねこのコールマン 8x32mm ディスコンになってしまいました。これからねこの双眼鏡がね買えなくなってしまいます。これね私がねここ数年ね天文活動してきて、何かおすすめの双眼鏡がないですかってね言われたらね、真っ先にねこの双眼鏡をおすすめしていた双眼鏡なんですね。一度ね天体観測のための双眼鏡っていうことでこの双眼鏡をおすすめさせていただいたことはあるんですが、今回ねこのようにちょっとじっくり時間を取って紹介させていただくっていうのは初めてになります。ということでね非常に悲しいことではありますが、まあメーカーさんにはねいろいろ事情があると思いますので、まあ多分ね在庫もね残り少なくなってきてるとは思うんですけれど、まあ一応ね追悼としてこの動画を作っていきたいと思っております。それではねこの双眼鏡を見ていきたいと思います。まずね、なんといってもこの質感、これがいいですね。決してね、安物の作りではないですよ。そしてね、ハイアイ設計で3段階でね、出し入れできるアイカップ。これもね、使いやすいですよね。まあそしてね、天体観測もそうなんですけれど、バードウォッチングとかにもね、最適な機種になってきますので、こういうね、グリップ感もね、非常に大事になってきます。このね、グリップした状態で、このね、ピントノブをね、くるくるくるって回すことができる。これはね、結構、バードウォッチャーの人にとってはね、重要な要素になってきますね。ピントノブは軽いですし、握ったらね、自然に人差し指がこうやってね、届く場所にありますので。まあそういった面でもね、非常に使いやすい双眼鏡ではあります。重さはね、だいたい 500g、ちょっと超えるぐらいじゃないですかね。この感じだと。ちょっとスペック見てみましょう。525g です。すごいでしょ。私ね結構ね双眼鏡持ったらねグラム数がね分かるようになってきました。まあだいたいね 600g を超える 42mm に比べると 100g ちょいね軽くなるんで、 32mm っていうのは、まあ、例えばねこうやって持っててね疲れにくいっていう、そういうね特徴がありますね。まあちょっとね 42mm だと躊躇される方はね 32mm でもいいかと思います。そしてね外観チェック最後はね色ですね。色はね、濃いグリーンとなってます。決してね、明るいグリーンではないです。この色はね、やっぱりバードウォッチングとかをね、意識した色になってますよね。明るすぎる色によって、鳥さんたちをね、刺激しない、そういうね、深い緑となってます。まあ、そもそもね、コラボしてるのがコールマンですので、アウトドア専門メーカーですのでね。まあ、キャンプとかにね、持っていくのもね、いいでしょうね。まあ外観ではねそんなところでしょうかね。あとねここにウォータープルーフとフェーズコートって書いてあります。この2つの機能については後でね説明させていただこうと思います。さて今ね双眼鏡をね三脚に取り付けるためにねビノホルダーっていうのをね普通ならつけると思うんですけれど、実はねこのコールマン 8x32mm ってビノホルダーがね付属してるんです。まあ一部のね松月完成さんとかのね商品にはねビノホルダーが付いてる商品ってのあるんですけれど、このクラスのね双眼鏡でビノホルダーが付いてるってね異例だと思うんですよ結構。そしてねこれもちゃんとしたね金属製のビノホルダーなんですね。決してねプラスチックの安物のビノホルダーではないです。しっかりしたものが付いてます。そしてこの三脚取り付け穴のネジを外して、そしてねこのビノホルダーを取り付けますね。はい、これだけ見てもね非常にねユーザーフレンドリーなところがわかりますよね。特にねこのクラスのねアクロマートの 32mm の双眼鏡って結構ねバードウォッチングだとか天体観測そういった人たちにはね入門機になってくるので、これがね1本目の双眼鏡であるっていう確率は結構高いと思うんです。だからでこそねビノホルダーがついているっていうのはね非常にポイント高いんじゃないでしょうか。まあチェックって言ってもねこの製品はね別に私のチェックで引っかかるような野暮な製品じゃないと思います。まあ何遍もねこの製品はねヨドバシカメラさんでね見させてもらってますので、はい、それではね瞳がレンズの中心にほぼ位置していることを確認してください。それでは瞳を見ていきます。この双眼鏡に使われているねプリズムはね BAK4 プリズムです。ですのでねこの瞳の周囲とかに気になるラグビーボール型のね瞳孔がないです。
これがね非常に重要なポイントですね。ああいったものがあると像のねコントラストを低下させるんですが、この瞳の周囲にはそういったものがありません。ただしね若干ね瞳の周囲がね二重になって光ってますよね。あそこのあたりがねちょっとだけね内部処理ができていない部分だと思います。まあ、この瞳のね二重に関してはね、例えばねレンズ、まあレンズがね何枚か入ってるんですけれど、レンズの周りの小刃塗りができていないだとか、あとはね遮光管自体はね黒くなっていてもねちょっとねピカピカしているもんがあるのじゃないかなとは思います。まあここでね残念な点と言えるのはねこの程度だとは思いますが、まあねこのクラスはねまあ標準クラスなので何かしらねこういうのはあるとは思います。まあですのでこれをもってねこの双眼鏡はダメだとね言うつもりは全くありません。どちらかといえばね本当に合格品です。瞳もまん丸ですよね。光軸もぴったりと合ってます。右の瞳もちゃんとね光軸がぴったりと合ってますよね。はい、そしてね次はね対物レンズです。対物レンズはね反射光がね全然ピカピカしてないですよね。こっから来た光はちゃんとね双眼鏡の内部にね行くように透過率が上げられています。これはねフリーマルチコートと言いまして、レンズのね表側も裏側もねどちらともマルチコートが施されている。ですのでねこの双眼鏡の透過率っていうのはねこのクラスの中ではね結構高い方な部類だと思います。そしてねやはりね小刃塗りに関してはねされてはいませんね。ここ白くなってますので、ですので高級双眼鏡に比べるとねこういったところからね内部に光が侵入してしまって、まあややね若干コントラストに影響を及ぼすものだろうと私は推測しています。それではねピントを回してみましょう。今ピントを回してます。こっちのね表面の対物レンズは動かないで、中のねこれが動いてますよね。これはねインナーフォーカスレンズです。この双眼鏡はね防水型の双眼鏡なんですけれど、さらにね気密を高めるために、気密の刃じゃないですよ、気密を高めるために内側のレンズをね上下に動かしてピントを合わせるという構造になってます。ですのでねこれより安いクラスのような対物レンズがこう上下するものに比べると気密性はねさらにアップしていると思われます。そしてねさっき言ってたフェーズコート、それに関してはねちょっと外見ではわからないんですけれど、このね打破式双眼鏡っていうのはね名前の通りこの中にね打破プリズムっていうのが入っていて、打破っていうのはね建物の屋根っていう意味なんですけれど、その屋根型のプリズムにね光がガンガンガンって当たると、実はね光の波長がちょっとずれてしまって像が劣化するのを、その光の波のずれを矯正させるのがフェーズコートです。ですのでフェーズコートされている双眼鏡っていうのは像のねボケがね補正されてね非常にシャープに見えるっていうメリットがあるんですけれど、このコールマンの双眼鏡はこの価格帯でもそのフェーズコートが採用されてますので、非常にねくっきりと見えるわけなんですね。ですので私フェーズコートがされていない打破の双眼鏡に関してはあんまりね天体観測ではおすすめはしていないんですけれど、なぜねこのコールマンの双眼鏡はね天体観測にもおすすめって言い続けてきたかって言えば、やっぱりねそのフェーズコート、それがねあること、それがね最も大きな理由です。はい、それではね最後実映像です。今木が映っていると思います。木の枝の色を見るとねだいたいね色周差がどれだけ出ているのかっていうのがわかるんですけれど、まあ中心像はねさほど色周差は目立ちません。ただね手前の電線、この電線がねちょっと青みを帯びているのは分かりますよね。このあたりがね色周差によるものです。一方ねこちらはね比較のために取り付けさせてもらった日の出の T1 ED レンズを採用した同じ8倍 32mm の双眼鏡です。こっちはねやっぱり色周差を補正しているだけあって色周差がね全く感じられませんね。さらにね上の性能を求めたいっていう人はねこういう日の出の T1 だとかそういった双眼鏡をおすすめしたいですし、ステップアップでもいいですよね。コールマンでやっぱりね使ってみてね上級者になるにつれてだんだんね色周差が気になり出してきたら、こういうね ED レンズ採用のものにステップアップするっていうのもねいいと思います。まあ価格がだいぶ違いますからね、特に今だったらね2倍ぐらい価格差はあります。はい、いかがでしたでしょうか。実映像もね非常にシャープでね見味良かったですよね。やっぱりね2万円未満で買えるこういった双眼鏡っていうね存在はね非常に貴重だと思っていました。で、亡くなった後はね何をね私はねおすすめしたらいいんだってね結構ね途方には暮れておりますが、まあ一応ね第一候補はねサイトロンの S2、 あそこら辺をねまた機会があればね覗いてみたいと思ってます。まあということで最後にこのコールマンの双眼鏡総合評価させていただきます。まあ点数はね100点とさせていただきます。
今までね、この双眼鏡、まあね、なかなかね、コスト的に難しい部分があったと思いますが、まあね、生産してくださってありがとうございました。ということでね、以上で、ね、今回の動画終わらさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。